Mate, Wi-Fi がつまらないけど。運転して、あ、だいぶ涼しい。あ、なんか GoPro の Wi-Fi のプレビューがなぜか聞いてないんですけど、撮れてんのか。まあいや、多分大丈夫でしょう。多分大丈夫だと思いたい。ちょ、怖いんだよな。撮れてますね。はい。じゃあちょっと今日は何これ。あ、お彼岸。お彼岸。お彼岸です。お彼岸です。昨日はお彼岸の9日だけど、26日までお彼岸だっていう。はい。当は忘れやったんだよ。行くのよ、もう音羽。あ、俺がいる時一回やったじゃん。うん、だけどお盆だからね。あ、そうなんだ。うん、お彼岸は音羽は4000円でやるんだけど。いやいや、はい、まあまあ許してくれんね。じゃあ行ってきます。涼しくなったんだけど、これ先週まで暑かったんでしょ。それはもう蒸し暑くて蒸し暑くて寝れなかったよ、ね、エアコンなきゃ。それを心配してたけど、うん、ほいでこの間あのなんだ、朝あそこ1時間ばっか買ったんだよ、あの芝生。うん、そしたらひっくり返ってたんだよ俺が。うん、それから自信ないんだよ、もうやばいなと思って。このまま行っちゃうのかなと思ったんだけど、行ってくれればありがてえなと思って。まだ朝早いですから。うん、完全時差ボケで。そうだべお前、だって人を殺すのは時差が一番早いっつうの。人を殺すのは時差ボケが一番早いっつう。だから海外出張したら長生きしねえっつう。何そういうネガティブな脅しを。いや、脅しは本当だ、本当だっつって人間時差が一番しょうがない大事にするっつう。基本ネガティブだから。いや、ネガティブって論理的なこと。気をつけて。意外とこの車するの。この車、うん、意外とボコボコになってる。ほいで、後ろ直しに来るから、来月。ああ、言ってたね。うん。はい、大丈夫かな。プレビューできないこと、これ日本だと、え、日本で使うとプレビューできないとかありますかね。なんか GoPro の、 あの12からプレビューできるようになったっていう、 Wi-Fi 撮影中にプレビューできるようになったのが、え、 GoPro 12の売りだと思うんですけど、なんか出ないんですけど、なんだろう、 Wi-Fi につながってないからかな。ちょっと怖いが、このまま行っちゃいます。はい、今日はちょっと GoPro墓参り、一応 M11 持って、これを使って写真と両方撮りつつ行こうと思います。あ、今日めっちゃ気持ちいいわ。そう、うん、なんで涼しいから。これ持ってく。はい。結構でもフラフラしてる。フラフラしてるっていう割に意外とアグレッシブな行動してる。いや、せっかちだよ。一段差危ない、段差乗り越えすぎ。この最徳寺、せっかち一番変えた方がいい。大変この僕は撮影隊として一応来てるんで見守ります。その花は何で切るの。カッター先。花はここで取りたいんです。元気ないって言われて結構動きがシャカシャカ早いです。シャシャ、危ない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 、めっちゃ満タン。
これ水持ってっちゃっていいの？え？めちゃくちゃ並々だけど、まあいいや。よいしょ。はい、持っていきますよ。はいはいはい。危ない危ない。花は置いてあるよ。はい、じゃあ水だけ先に。よいしょ。洗ってこようか、向こうで。いや、向こうで洗んで。もうみんなが綺麗になってんだよ。よいしょ。リムイレブンに水かけないように。めっちゃ慎重です。ハサミじゃなくてカッターなの。これハサミない。ハサミありそうだけどね。うん、ないよ。ハサミない。うん。子供があれするから危ない。カッターでカッターだけ持ってきた。うん。なぜカッター？怖っ。怖っ。いやさすが、ね、種類が違う。はい、持ってきます。花微妙に種類が一緒か。よいしょ。じゃあこれを、いつも前にしに来たんだよ。いいよ、いいんじゃない。やっぱ M11 は撮ってて楽しいっすね。一番何が違うんだろう。え、いやこちらの話です。え、何でもない。違う、うん、カメラが違うって話。ふう、すっきりだ。うん。ここも水いらない？うん。え？いらない。いらない？じゃあこれを片付けて。うん？すっきりした。これはもう気持ち悪くて気持ち悪くて。うん。じゃあよかった。ああ、また来ます。また来ます。はい。よろしくお願いします。あ、よく覚えてたね。買った。完全に忘れてた。完全に買った忘れてた。ああ、わざと？忘れないように。さすがですね。あ、10円で。キャッシュがない問題。ここがね、立派なんですよね。めちゃくちゃ。なかなかこれうまく取れない。この格好。これあのお彼岸に、あ、うん？これはお彼岸のトバヤな。あ、これ？うん、みんなが？みんなが。こうなかなか光が、ライティングが難しいんですよね。あ、厳しい。
かなか難しい。今年の字みたいな感じ。京都の人、京都の清水寺だから。そうなんだ、うん、立派。戦って書いてあるけど、うん、こんな感じですか、うん、はい、スッキリで、うん、よかったです。引き続きよろしくお願いします。デデンと、はい、お願いします。はい、好き。朝マック食べよう、うん、俺あのなんていうのバナナとそれからあサプリ飲んだから。あ、もういいの。うん、だから自分のだけ買ってくれ。いいの、はい、朝マックか朝ケンタか。朝ケンタにしようかな。どっちでもいいよ、もう好きな。俺はあの日本に帰ってきたらケンタッキーを食べてしまう。じゃああのあれだけ買ってくれればいいよ。なんだっけ、ポテト。ポテト、コールスローあるよ。あ、いらないいらない。あ、コールスロー。コールスロー、うん、どっちがいいかな。もうポテトでいいんじゃない。あ、ポテトでいいな、うん、ポテトでいい、スモールでいいよ。はい、一個買ってくれる。おはようございます。あれ10時から。あ、まだやってないんだ営業時間。これやってないよ全然。おはようございます。どこやってんの。え、どこやってんの。これどういうこと。店自身やってないってこと。店自身やってないんじゃない。本当に。じゃあ向こうの方がいいんじゃないめちゃくちゃ恥ずかしいんだけど。え、朝マック的なやってる。お店がやってないってこと。ん、やってないね。ケンタッキーってそんな感じ。でも上テレビ見てるから。あのテレビどうなの。あのテレビ調子いいよ。あ、そうなの。うん、前に買ってもらったやつ調子いいよ。でも相変わらず切り替え遅いんでしょ。遅い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 、切り替え遅い。今のテレビ全部そう。うん、切り替え遅いけど画質はいいんだ。画質はあの悪くない。俺が死ぬまで持つよ、関係ねえ持つ。いや意外と今寿命短いんだよ、うん、でも死ぬ年だよ。やってんの俺。マックやってそうだって。駐車場いっぱい、いっぱいあるよ、うん、よいしょ、うん、どちらでもどうぞ。じゃあポテトね。うん、ポテトだけでいい、あとはいらない。なんか行きたのね。月見バーガーか、やっぱり。おはようございます。いらっしゃいませ。おはようございます。お願いします。あ、このハッシュドポテトでいいの。普通のポテト、まだ朝だから普通のポテトないんですよね。はい、ハッシュポテトのみとなります。じゃあ、月見マフィンの、セットで、はい、を一つ、はい、あとすいません、コーラのちっちゃいS をもう一つください。はい、氷は。氷いらない。氷抜きでもいいですか。はい、すごい、ノー氷ってちゃんと。はい、はい、すごい、濃厚ってちゃんと書かれてる。氷抜きになってます。はい、はい、ありがとうございます。じゃあお願いします。いい、じゃあいきます。だけどね、あれだよ、あのなんていうの、死んで、あの忘れるところが死んで来ると思い出のいい思い出だけは目に浮かぶよ。あれ面白いもんだな。ゴルフやって御殿場行ったりさ、ボール拾ったりさ、あのなんていうの、御殿場の山のところとかによくボール拾いに行ったんだよ。ほいでボールママさんと拾いに行ったりさ、ほいで総運山のロープウェイのところにさ、あの車止めてさ、あそこからビル歩いて、ビルが歩かしたんだよ。いや、そんなのチラ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 浮かんできちゃってさ、ありゃあら、俺死ねばどんどん忘れていくっていうけど、とんでもねえな、あれ見てるとな。思い出すパターン。思い出すパターンだよ。俺思い出すパターンだよ。まあいい思い出ならいいじゃん。
だから悪い思い出じゃない。いい思い出、だから悪いことなんか何もね、いい思い出ばっかり、あの、いい思い出しかないよ。うん。やっぱやってないんだ。うん。いい思い出しかないよ。あれ不思議なもんだなぁ。こんちゃんが2月4日の、亡くなって電話が、たまに電話かかってくるけど、いや、青木さんね、神さん、あ、もういねえんだ。返事もしてくんねえんだって。あ、つくづく、俺と同じパターンだよ。だからさ、神様大事にしたのはいいよ、お前も。奈緒さんはやっとしたこと言ったからな、みんな。前にも、二度も半度も喋ったけど、右の、ゴルフやってんと、こう、だんだん右の肩が出ていっちゃうんだよ。前見ちゃうから。クククククってこう、要するにこの肩がどんどん出ていっちゃう。バックスイングが、やりにくいじゃん。こう入っちゃうから。半身に構え。さあ、この足敷けば、土台を敷けばね、肩が引っ込むよって。秘宝。熱で止まった。GoPro が。カメラが。でも、お前趣味があるからいいよ。趣味多すぎもんね。うん、趣味があるからいいよ。でも趣味ない人はダメだよ。俺ゴルフやめたらもうダメだもん。ゴルフだけ行かなかったもん。釣りやろうと思ったら、やっぱ釣りは岩場だから危ねえやな。これ除草剤撒いたんだよ。うん。除草剤撒けると枯れるよって植木屋にしたら。いや、枯れてもいいやろ。はいよ。はい、あ、ライカのバッテリーチャージャーを回収しないと。はい、ただいまー。じゃあ鍵渡しとく。はい、うん、シンプルで、はいはい、しょ、まさかの GoPro 熱停止。無念でした。こんだけ涼しければ大丈夫だと思った。あ、そう。残念。Yeah, it's such a clap. And it's such a clap.